まずはこちら。Person at my university took this photo. The Walking Dead. 私の大学の人が撮った写真です。Walking Dead。これはゾンビによる世界の終末を描いたアメリカのテレビドラマ Walking Dead にかけたジョークですね。まあ似たようなもんだろ。ゾンビウイルスか学生ローンかの違い。歩き方も将来性もほぼ同じだよ。社会人は思い出して辛い。学生は共感できて辛い。まだ大学に行ってない人は今後が思いやられて辛い。そんな見てて辛くなる学生生活をネタにしたミームをいくつか見ていこうと思います。I was in a hurry this morning. 今朝は急いでたんだ。ノートパソコンの代わりにホットプレートを持ってきてしまったと。いやー、こういうミスは高校でも筆箱の代わりにテレビのリモコンを持ってきてしまったってのはあるけど、大学に入るとミスのレベルが変わってくるんだよな。人に借りれないじゃん、鉛筆とかと違って。It takes a special kind of talent to be late to a 3pm lecture. 午後3時の講義に遅刻するのは特別な才能が必要だ。そうだろうね。午後の講義に遅れたことがない。逆はあるけど、遅れちゃいけないと思って早めに家を出たら講義の30分とか1時間前に着いちゃって、前の講義やってるからどうしようかと思った。ロビーとかカフェテリアとか待つ場所はあるけど、そんな陽キャが集まる場所行きづれえなって悩んだことが多々ある。Me after attending just one lecture. たった一回の講義を受けた後の自分。え？ 90 分講義？俺の大学は1コマ70分だったけど、その代わり2コマぶっ続けでやる講義が多かったから、毎回こんな感じだったよ。I'll just move this image a bit. この画像をちょっと動かしてみる。But it won't ruin the document, right? ドキュメントが台無しになるなんてことはないよね。それでこうなると。いやいや、何を今更。ワードの使い方くらい高校で覚えとけよ。コンピュータールームに行って小レポート書かされたことないの？画像の貼り付けなんてレポートを書くプロセスの中で一番楽なものだろう。Me stressing over things I could just easily do. 簡単にできることにストレスを感じている自分。わかる。1時間もかからないことをさ、早く終わらしゃいいのに、ああ、あれやらないといけないとか嘆きながらゲームをし続けたり YouTube 見続けたりするのよ。かといって逆に早く終わらしちゃうと、あれなんか他にやることなかったっけって心配になるのよ。もうやらないといけないことを後回しにすることに中毒になってるんだと思う。Emailing teachers be like. 先生へのメールはこんな感じ。Me. Polite greetings, multiple paragraphs, perfect grammar. 自分。丁寧な挨拶。複数の段落。完璧な文章。Teacher. Sure. Sent from my iPhone. 先生。了解。iPhone から送信。先生からの返事は大体こんな感じだから諦めろ。悩むポイントはそこじゃない。メールをするのに一番困るのは、普段仲良くてフランクに話しかけてる先生にメールするときだ。どういう口調ですればいいの？普段の会話口調で書いたら失礼な感じするけど、逆に完璧な文章で書いたら距離を置いてるみたいで嫌じゃん。この問題解決せずに卒業したわ。When you have like 6 assignments, 3 presentations and 400 pages of reading and someone asks if you're okay.6つの課題、3つのプレゼンテーション、400ページの読書があるときに、誰かに大丈夫と聞かれたとき。どれか1つか2つ諦めるってのも大学生に必要な不スキルだと思うぞ。あと、こいつみたいに講義を10個も取るなら、最初の1、2年目にしとけよ。卒論書きながら通常の講義受けるなんてシャレにならんからな。この動画やるんじゃなかったな。思い出したくない思い出が蘇ってきた。それにしても学生生活って大体どこも同じなんですね。まあ日本の大学は入るのが難しくて出るのが簡単って言われてるので多少はマシかもしれませんが。ということで今回は以上です。それではまた。